はーい、絹ごし豆腐より木綿豆腐、キングブルブリン田中翔太です。万劇メンバー愛用品紹介ということで、私がご紹介させていただくのはこちらです。マンスリー吉本2008年3月号ナンバー325、こちらの66ページ「ふふ吹き出しセリフを入れましょう」。こちらのコーナーは芸人さんのお写真が毎月お題として1枚掲載されておりまして、それに対応するタイトルもついているんですけども、その芸人さんのお写真に吹き出しがついていて、その吹き出しに入るであろう言葉を読者の皆さんが考えられて、こちらに載っている宛先にお送りされると、第1位から第3位まで編集部の方の投票で決まりまして、次回の号で発表されるという大喜利チックなコーナーになっております。こちらの号の次の号のお題、4月号のお題フォトが初めて見た時から私の心を捉えて、今までずっと話さないんですよ。それがこちら、シンバル乙女何かを語るドラミン和田、ヘッドライト和田さんです。これ何がこんなに魅力的で、何年も何年も私の心に印象深く刻み込まれてるのか、自分なりに考えてみたところ、おそらくミーです。私今でもふとドラミー和田という言葉が頭に浮かんでくることがあるんですが、ドラミー和田やからこそ浮かんできて、ドラマ和田さんやったら浮かんできていなかったのではなかろうかという印象もあるんですが、ヘッドライトさん当時からご活躍されてましたし、和田さんも面白い方やなと思ってたんですけども、ドラミー和田という言葉を私知らなくって、調べてみたところ、和田さんがドラムあるあるみたいなのを言っていかはる、ピンでのキャラがあらはるみたいで、その時にドラミー和田と名乗ってはるそうです。でこちらお題として掲載されているお写真はライブでのコーナー中のお写真なのかなという感じで、芸人さんが舞台上で何かに扮していらっしゃったり、何かを持ってはったりというお写真が多い印象で、シンバル乙女何かを語るドラミー和田さんはドラムセットの前にいらっしゃってシンバルを止めてはるというお写真になります。そしてその次の号、マンスリー吉本2008年4月号ナンバー326で、ドラミー和田さんの皆さんが考えられたお答えが載っております。こちらのコーナー本当に毎月毎号芸人さんのお写真とタイトルが秀逸でして、ドラミー和田さんの5月号のお題フォトは長ネギとコーラを持って振り返った主婦の一言、ダイアン西澤さん現ゆうすけさんのお写真が掲載されております。そしてドラミー和田さんの前の号のお題フォトはドナル水猫ソラシド水口さんでした。マンスリー吉本のこちらの号を清水さんに手渡してみたところ、18ページの NSC 通信に清水さん興味津々でして、こちらは当時 NSC に通ってはった方にインタビューをして、そのインタビューが載っているというものになるんですが、コーンスターチさんとラフ企画さんのインタビューが掲載されております。マンスリー吉本のこちらの号、お家にあるという方はぜひぜひ今一度66ページご確認いただいて、ドラミー和田さん見ていただければと思いますし、お手元にないという方は何かしらの方法を駆使してドラミー和田さん見ていただけたらなと思います。以上、ゲド戦記マジリスペクトチェリー大作戦蒲田キテレツでした。髪の毛伸びたんだけど。